ビデオのセットはできたでしょうか。続きましては慎太郎さんの新曲です。はい、新曲は一番という題名です。それでは一番見てください。あなたの一番大切な人は誰ですか。この歌はその大切な誰かを愛おしむ大切な気持ちのために慎太郎が送る曲。その気持ちとは慎太郎の、そしてみんなが抱く同じ思い。今回の曲も白い風に続き瀬尾一蔵さんが編曲とプロデュースを担当。やっぱりそこに行く前の気持ちよがもうダーン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 一番っていう感じで入って、はいはい、歌ってる間、こんだけの間はここはあなたが主人公なんだからね、はい、主人公、主役がね、あの脇見たりとかで気抜いたりしたらもうそれであっという間に大事で一番大事で、はい、僕の方がいいよ。今優しいで歌っていいよ。大事に。慎太郎にとっては4ヶ月ぶりの瀬尾さんとの共同作業。この日も気心の知れた音楽仲間がレコーディングに集まってくれた。たった一つの歌がどれだけ人の心に訴えかけることができるか、それは演奏や歌のワンフレーズごとに努力を惜しまない姿勢から生まれる。今回のレコーディングもそんな妥協のない時間が過ぎていった。一番大切な人だから、一番大事な人だから、どんな時でも最高の笑顔であなたを迎えたい。一番大切な人だから、一番かけがえのない人だから、どんな言葉より一緒にいるだけで勇気の力に変わる。信じる手を包もう。テーマも肉薄したものにしたかったので、だから彼をもう少しある意味力強くワイルドに来た感じにしようと思って、それで一番考えたのはやっぱりそこのところの強さという、やっぱり優しい中に強さがあるというところを、一番引き出そうと思って、そのところを重点的に。一番大切な人だから、一番優しい人だから、寂しさに押しつぶされそうな夜、いつまでもあなたのそばにいよう。一番大切な人だから、一番愛しい人だから、迷路のような道の途中で決して夢を諦めないで、誰もが傷つき求めあって。
冷たい雨があなたの頬に降り注ぎ濡らす前に僕は傘になろう。精一杯の願いを込めてあなたとの時を刻もう。一番大切な人だから一番大事な人だからどんな時でも最高の笑顔であなたを迎えよう。大事な歌ですね。前向きに、はい、ね、いいじゃないですか。ありがとうございます。どんなイメージで、応援ソングということなんでね、はい、まあ、そういう風に作りたいなと思ってたんですけども、あの愛ということをテーマにしたかったんですね。で、一つの愛っていうと、まあ、男女関係の、ね、愛がこうどうしても先に出てしまうんですけども、あの自分の親に対しての愛とかね、友達に対しての愛とかね、いろんなこう愛があると思うんですけど、そういう大きなイメージで作りました。スケールの大きな、そうですね、テーマになりましたね、はい、うん、さあ、またプロデュースしていただきました瀬尾一蔵さんからですね、監督にメッセージが来ているんですよ。あ、そうですか、うん、井筒監督こんばんは、瀬尾と申します。この間はお会いできなかったのでとても残念です。今度機会がありましたら、2人で関西弁で、1億人の富士山をぶちまけましょうか盛り上げましょう。その時にはぜひ呼んでください。お願いしますぜひもうね、関西弁で飲みたいですね。瀬尾、また番組にも来てくださる感じですよね。来てほしいですよね、一回ぜひ、ね、はい、でもそんなの思いっきりね、どないやねんごめんそんなのどないでんの慎太郎は。そう、賞味の話、賞味の話、これやっぱり俺らは二人でもね、語り合いたいな。どないやねん、一体どうやねん、見てみたいですね絶対